ヨタカは、超高ヨタカ木ヨタカかヨタカ族に分類される鳥類。インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、太陽国、日本、中華人民共和国に先ぶ、ネパール、大韓民国、パキスタン、パラオ、バングラデシュ、朝鮮民主主義人民共和国、フィリピン、ブータン、ブルネー、ミャンマー、ロシア南東部首商名、インディカスは、インドののい。下記に、 中華人民共和国先部、ロシア南東部、朝鮮半島で繁殖し、冬季になると、インドネシアやフィリピン、インドシナ半島へ南下し越冬する。南アジアやマレー半島では周年生息する。日本では夏季に、九州以北に、繁殖のため飛来する。伊豆諸島や南西諸島では、渡りの途中に飛来する。夜高めでは本州の海が日本に飛来する。 全長29センチメートル。全身の歯衣は、暗褐色や褐色で、黒褐色や褐色、赤褐色、薄灰色などの複雑な反紋が入る。この体色は、樹状や落ち葉の上では保護色になると考えられている。翼は大型で先端は尖る。頭部は大型で扁平。交際は、暗褐色。口は大型だが、くちばしは小型で幅広い。 オスの成長は、頸部側面や、初列風切り、おハに白い反紋が入る。メスの成長は、頸部側面や、初列風雪に淡褐色の反紋が入り、おハに、名色の反紋が入らない。平地から山地にかけての森林や草原などに、生息する。渡りの時には、日本海の離島でもよく観察され、海岸の岩場に泊まっていることもある。夜行性で、昼間は、 樹上で枝に対して平行に止まり休む。放乱中に危険を感じると翼を広げて威嚇する。鳴き声は大きく単調な、キョ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 、キョキョキョ,キョ鳴き声から、キュウリ刻みや、ナマスタき、ナマス刻みなどの別名もある。植生は、動物食で、昆虫などを食べる。この生態から、カハハドリやカスイドリといった飛ぶ昆虫に関する別名を持つ。 口を大きく開けながら飛翔し、獲物を捕食する。繁殖形態は乱生。落ち葉の上などに、1回に1から2個の卵を産む。主にメスが放卵し、放卵期間は17から19日。放卵中や、子育て中は敵に見つからないように、あまり動かない。ヒナも目立たないようにあまり巻かず、くちばしを引っ張って、餌をねだる。夜は、 オスが放卵したり子育てする。伐採跡に巣を作るようだ。喉の袋に虫を貯めて、ひなにやる。ひなは黄色だがすぐに親鳥に似て、地面のような色になる。暑い時は口を開け喉の袋を膨らませる。開発による生息地の破壊などにより、生息数は減少している。江戸時代、ヨタカが夜行性であることから、夜間に、 街頭で商売する師匠をよたかと言ったり、夜間に屋台を引いて、商売を行う蕎麦屋をよたかそばと言ったりした。宮沢賢治の童話、よだかの星では、主人公のよたかが、他の鳥たちから地味で、醜い鳥居と、揶揄されている。ありがとうございます。